はい、こんにちは。さて、今日のお題はですね、いつの時代にも呪縛があったというお話をしたいと思っています。日本漢方のバイブルというのは、まあ100人いれば99人がね、小漢論って答えると思うんですけども、中国の、まあ、書物で1800年前、後漢から三国志の時代に、まあ、書かれたと、まあ、言われています。まあ、編纂したのは張仲景という人なんですけども、まあ、言われていますと僕が、なんとなく微妙な言い方をしているのは、まあ、1800年前って、まあ、紙が普及していないんですね。ですから僕たちが思っているような、本はありません。でも小漢論本なんか見たことあるよってね、思ってる人は、それは宋の時代ね、約その後800年ぐらい経過した後の宋の時代に、紙と印刷技術が普及していわゆる書物になったんですね。魏志倭人伝っていうやつもよく皆さんが、書物っぽく見ているのも、あれもみんな、宋の時代に書き直されたものです。で、そもそもじゃあ1800年前はどういうものがあったかというと、まあ竹とか、板をですね、紐で、繋いでこう平らにしたんですね。そしてそれはくるくるくるっと丸めて、保管したんです。だから1巻2巻とかね、よく書いてあるでしょ。あの巻っていうのは巻くって意味だから、まあそういうとこにもそういうくるくるして、板とか竹を保管したんだよってね、わかると思います。そういうのを木簡とか竹簡って言うんですけども、その1800年前の小漢論の現物が残っていません。で、結局はその後書き換えられ、書き換えというか、写本されて写本されて写本されて、今に、まあ、伝わっているんですね。じゃあ写本で一番古いのを調べればいいじゃないかっていう話になるんですけども、それは僕の調べた範囲では1599年張海美という人が編纂した宋版小漢論っていうのが、まあ写本で残ってるのは一番古いんですね。写本でさえ400年前が一番古いので、まあそれ以前にどこまで本当のものがあったかは、まあ未だにわかんないんですね。まあ僕はいずれ中国の古墳かなんかから、1800年の眠りをね、解いて、なんと小漢論の木簡が出てきました、そこには今書いてあるものと同じものが書いてありましたってなるとね、まあ素晴らしいなと思うし、まあそれが出ない限りは1800年前にどこまで今と同じものがあったのかななんて思っています。で、小漢論に根拠を求めるのは古法って言うんですけども、江戸時代にはその後の五政法ってやつが結構、流行していて、まあ古法に戻れと、小漢論に戻れということでね、古法派がまあ、復権運動をしたっていう感じなんですね。で、まあ、いいとこ取りをすればいいよっていうのを折衷派と言って、まあ、僕は折衷派は大好きですね。だって直せればいいんだから、古法でも五政法でもどっちでもいいって感じですね。で、呪縛というのは、まあ、昔から、勉強というのは、先人の知恵を真似るのは一番簡単な勉強方法です。だけど、それはある程度のレベルに上がるまではいいんですけども、それを超えなきゃいけないんですね。で、僕が通説に、漢方にとって、まあ残念だなと思うのは、江戸患いというね、まあ脚気です。江戸時代の後期になると、なんと玄米からね、米の周りをきれいにした白米というのがね、普及して、白米を、まあちょっと贅沢品として食べたんですね。特に江戸では白米が普及して、そうするとなんと江戸に行くなり、江戸に住んでいる人は脚気というよくわからない病気が、ね、伝染病なりよく分かんなかったんです。まあ、伝染病っていう概念もなかった時代ですから、まあ、よく分かんなかったんですね。で、そういう脚気論争は日露戦争が終わった後までね、続いていて、まあ、森鴎外と、まあ、高木というね、人、その二人が海軍と陸軍で、まあ、言い争いというか論争が続いたんですね。まあ、結局はビタミン B1 の欠乏症であって感染症ではないっていうのが現代の常識なんですけども、まあ、現代の常識は、まあ、過去の非常識っていうか分かんないんだからしょうがないんですね。で、僕が何が残念だっていうと、結局江戸患いってやつは玄米を食べてもらえば治ったんですよ、簡単に言うと。漢方っていうのは、生薬の組み合わせが基本ですから、ベースは生薬なんですね。生薬の9割は植物なんです。で、当然稲も
あるし、小麦もね、実は生薬の中にはあるんですね。だから手元にある生薬の中に、まあ、脚気を治すね、材料があったのに使えなかったと。で、僕の勝手な理解は、まあ、過去の先人のいろんな知恵に頼っていると、新しいことに対応できないっていうことが僕は、まあ、ハードルな気がするんですね。だから現代でも、現代の診察、診療方法があり、診断方法があり、ね。そしてそれが使えないときに、僕は漢方はすごい出番があると思っています。ね。その漢方の出番というのを、昔の知恵に頼ってばかりいては、新しいステップにならないと思うんですね。脚気の治療が分かんなかったように。だから過去は過去。ね。過去を別に勉強するのを否定しませんし、勉強する人がいた方がいいです。でもそういう超専門家は少しいてもらって、それを現代風に訳してもらって、我々はそれを勉強していいとこ取りをする。そして僕たちの使命は今あるね、今治らない病気、西洋医学や他のね、食事運動療法なんかで治んない時に漢方も役に立つんじゃないかなっていうクリニカルクエスチョンを持って漢方薬をトライしてみる。そういうことが僕たちの、まあ、使命だろうと思っているんですね。だから呪縛にとらわれると、過去にこんなことを言っていないから使えないとかね、そんなことをしちゃいけないという話になるんですけども、くれぐれも呪縛にとらわれずね、我々は今ある病気に今ある漢方薬で挑戦していきたいと思っています。まあ基本、東洋医学会の専門家でも9割以上が漢方エキス製剤を使っていますから、まずは漢方エキス製剤、今あるエキス製剤で今ある病気、または今ある治療では治らない、治りにくい、もっと良くなりたいという病気を、症状を我々は良くしてあげるという使命があるんだと思ってるんですね。ですから、まあですから、いつの時代にも呪縛があるんですけども、現代でも過去の呪縛にとらわれずにね、勉強するなって言ってるんじゃないんですよ。過去の呪縛にとらわれずに、今を生きてね、将来につながる漢方が、まあ普及することを願っています。ぜひ皆さんで今ある漢方エキス製剤で今ある訴えや症状を治していきましょう。じゃあ失礼します。